サンテッククロワッサンドーナツベーカー。誰でも簡単、サンテックのクロワッサンドーナツベーカーを使用したクロワッサンドーナツの作り方を紹介します。冷凍生地を30分から60分室温に置き解凍します。解凍した生地を3、4回ねじりツイスト状にして30分から45分くらい発酵機に入れます。生地が2倍程度に膨らむまで発酵させます。クロワッサンドーナツベーカーの温度調節つまみを 4.5 から5に合わせ予熱します。クロワッサンドーナツベーカーが温まったら発酵した生地にピュアスイートをまぶして、クロワッサンドーナツベーカーの型に合わせて生地を丸く置き蓋を閉めます。タイマーを3分30秒から4分に合わせます。タイマーが鳴ったら蓋を開け取り出します。はい、出来上がり。お店のスタイルに合わせて様々なバリエーションをご提供ください。商品の詳細については弊社ホームページをぜひご覧ください。